はい、じゃあ続けて後半いきますね。はい、毒親についてね、まあ、前半では、まあ、得体の知れないとんでもないものなんだということ、そして被害を受けてるっていうのはもう本当に辛いことですけど、受けたというのはね、まあ、受けた意識もなかった人がほとんどなんですけど、はい、まあ、人生がうまくいってないということに関しては、とても辛い経験だったんです。でも、毒親の恐ろしさっていうのは、はい、そこで全く止まらないんですね。うん、自分が毒親になってしまう、うん、ということですね。これは本にも書かれてるし、まあ、DV とかネグレクトがそのどんどん、ね、ネグレクトを受けた子どもは、とか DV を受けた子どもは、ね、自分が親になった時っていうのをよくテレビとかでも目にすることもありますよね。はい、でもこれは言っときますけど、うん、絶対ではないです。わかりますよね。ただ比率は残念ながら多いということは確かなんですね。うんうん、そしてその本当のある意味不幸、本当のもう地獄ですよね、それっていうのはね。うんうん、本当の地獄ね。だってまあ簡単に言ったら、自分の子供に、うん、子供たちに毛嫌いされるのって、うん、よっぽどじゃない限り気づきますからね。うんでその毛嫌いがどん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 エスカレートしていくっていうことは、まあそれも地獄ですよね。うん、まあ気づかないことって、自分が被害に遭ったことはね、気づかないんですよ。人間っていうのはその誰かから毛嫌いされた時にね、それとか自分の子供が不幸になった時に気づくということなんですよね。うんうん、そういうのってもうちょっと辛すぎるじゃないですか。うん、ね。うん、だからもう一回ここで一回目はちょっと前半はちょっとね、はい、なんかちょっと重苦しい話をしましたけど、うんうん、もう簡単にね、毒親のこの仕組みっていうことですよね。うん、これまあ中学生でも分かるように、うん、もう難しいことはこれ準備運動なんで、もう難しいことはもう本にお任せします。うん、はい、これ本当準備運動今から始めます。うん、毒親っていうのは、例えば福山さんの例を取った方が分かりやすいですよね。うんうん、福山さんは、うん、お母さんの、うん、まあ、お父さんもだったかもしれないけど、うん、主にこう、うん、なんていうかな、こう、うん、目立ったというのかな、はい、それはお母さんから毒親の被害に遭ったんですよ。はい、お母さんも、うん、その親御さんから、うんうん、毒親の被害に遭ったんですよ。はい、でそのお母さんも、うん、でそのお母さんも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 ってずっと上に登っていくんですよ。うんうん、過去にね、うん、それが代々続いてるっていうことです。うん、はい、負の遺産、負の遺伝ということですよね。わ、はい、かりますね。うん、でもちろん、うん、福山さんも、うん、もう子供さんに、うん、じゃあ子供さんはもう子供大人ですから、はい、子供は、まあ、まだなんていうかな、まあ、例えば親にはなってないんですよ今のところね。はい、じゃあまだ毒親になってないんですか。だからさっき言ったように、うん、人に被害を与えれば同じことなんですよね。うん、もしかしたら学校で、もしかしたら職場で、うん、もしかしたら旦那さんに、うん、もしかしたら恋人に、うん、僕はもう十分可能性はあると思います。うん、なんでかって言ったら、うん、優しいと冷たいの見分けがつかないんだから、うんうん、自分は良かれと思って、うん、ね、まあ、大体真面目でいい人ですから、うん、ガンガンに多分、うん、僕からすれば、うん、冷たいことやってるんじゃないのかなって思うんですよ。うんうん、で福山さんも本当に良かれと思って、うん、子供さんたちに、はい、旦那さんに、うん、親御さんに、うん、職場の人とか、うん、同級生とか、うん、近所の人に、うん、冷たいことを大切な人に限ってです。うん、人間が一生懸命なるっていうのは自分の大切な人になんですね。どうでもいい人には、うん、なんか普通でいられるんですよ。うん、だからどうでもいい人と基本的にあんまり揉めないんですよ。うん、で大体大切な人と揉めるんですね。うん、ね。わかりました。毒親っていうのはもういつから始まったかわからんぐらい代々代々続いてきてる、はい、ね、うん、そしてもう
自分の子供のところまでもその行ってしまってる、はい、わかりますね、はい、そして毒親っていうのは親が毒を吐いた時だけ毒親っていうんであって、それが旦那さんであればそれを不原病と言って、うんうん、奥さんであっても不原病なんですね、うんうんうん、奥さんの時も不原病なのって、婦人の婦っていうことなんですよね、はい、んでそれが友達とかだったら、まあ、パワハラとかね、うん、わかりますよね、 DV であるとかね、うん、それとか無視、いじめ、全部そうですよね、はい、うん、でそれっていうのはあの小学生はちょっとわかんないかもしれないけど、うん、そのわかりやすい言葉で言うと暗示にかかるんですね、うん、自分のお母さんがやって自分にしてることがいいことだという暗示にかかります、うん、これちょっと難しい言葉で言うと洗脳と言います、うんうん、そしてもう心の底から本当にそう思い込みます、うん、わかりますよね、はい、そうするとまあとにかくこの人間関係が、うん、まあうまくいかないんですよ、うんうんうん、はい、そして人間関係をその維持するためにものすごいエネルギーを使うんですね、うんうん、なかなかうまくいかないんでものすごい気を使うんですね、うんうん、そうするとエネルギーめちゃくちゃ使うんですね、うん、車と一緒であの行かんでいいところまでどんどん車で走っていくと、うん、いかんといかんところまではガス欠でいけなくなりますよね、うん、福山さんがよく体調を崩すのは、うん、その健康を維持するためにもエネルギーが必要なんですよ、うん、これね全部の病気をそれって言ってるんじゃないですよ、うんうん、ね、でも福山さんの場合多分 YouTube 聞いてる方で、まあ、例えば病院に行っても、うん、それとか健康診断とかでも、うん、大した異常はない、うん、だけどなんかめちゃくちゃちょっと調子悪いと、うん、で自分で勝手になんか風邪かなとかアレルギーかなとか、なんかストレスかなとか言って、まあ我慢をすると、うん、あの適当にひどい時は病院行ったり、うん、あの薬屋さんで漢方薬買ったりとか、うん、まあそういうそういう時はまあドラッグストアね、うん、普通のあの風邪薬とか、うん、アレルギーの薬とかそういうのあるじゃないですか世の中には、うん、そういうのでまああの一時抑えをして。うん、なんとかかんとかやっていく、ね、まあ、体 の、 その病気に対するその我慢も毒親の被害に遭ってる人っていうのはまた子供の時から割とよくできてるんですよ、うんうん、ちょっとお待ちくださいね、はい、すいません、ちょっとね、はい、途切れてしまいましたけど、はい、どこまで来ましたっけね、今お客さんと話してたんで子供、うん、子供の、うん、ではあの、うん、自分も、うん、子供に、うん、いや、まあ、やってしまうということね、うん、まあ、YouTube 聞いてる人はね、なんかこういうふうなこうカウンセリングなのに、はい、話が途切れる環境でして、うん、なんでなんだろうっていうことがあると思うんですけど、うん、これはあの実はですね、うん、あの話が途切れない環境ですることもできるんですよね、はい、うん、そういう時も ありますよね、うん、あのコロナの前とかだったら、はい、うん、でも今でもそれできるんですけど、コロナの時はしょうがないんで、うん、あのこういう環境でしてた時に僕ね、ふって思ったんですよ、うん、はい、さっみたいに途切れた時に、うん、まあ、僕が他のお客さんと喋った時に、うん、まあ、当然僕も人間ですから何話したか忘れてしまいますよね、うん、そうすると今みたいに聞きますよね、うん、そしてまあ今答えましたよね、はい、でこれが合ってるかどうかっていうのはこれ聞けばわかるんですよね、うん、はいはい、これねある意味ねトレーニングになってるんですよ、うん、いつ何時僕が席を外すかもしれない、うん、ということはそれまでのことをちゃんと自分の中でそのこう整理しながら聞いていくっていうトレーニングになるんです、うん、だって必ず僕から聞かれますからね、そうよね、うん、だからこれもしあの間違っててもいいんですね、うんうん、だからこれね今何に話してるかっていうとね、これねあの毒親
の問題を克服していかないといけないんですよね、うん、その時にね、あまりにも条件が整った時はできるっていうことでは話にならないんですよ、わかりますよね、いろんな過酷の状況の過酷な状況の中でも、その自分が毒親の被害に会わないようにする、あっても、ね、あの大丈夫なようにする、そして自分は絶対に毒親にならないということ、それは人間っていうのはね、あの平常心の時とかですね、あの気をつけてる時っていうのは大丈夫なんですよ、意識が優位に立ってるんで、意識と潜在意識って僕はよく教えてますよね、この毒親っていうのはこの潜在意識が悪さをしてるわけなんですよ、わかりますよね、意識で悪いことしてるのっていうのはあの犯罪者なんですよ、毒親っていうのは、まあ、そのやってることは結果的にはもう犯罪と一緒なんですけど、その悪意っていうのはもうほとんどのケースでないんですよ、これ悪意あったらもう、ちょっと違う話になるんですよ、で悪意っていうのはあの僕の経験上ほとんどないんですね、あの少々のずるい気持ちはありますよ、それは悪意とは違うじゃないですか、ずるさじゃないですか、悪意っていうのはもう本当にもう相手をもうどうにかしてしまおうということ、でもやってることって悪意があるんじゃないのかなっていうぐらいのことをしてくるんですよね、だけど悪意はないでしょう、逆に言ったら悪意がないっていうことは意識じゃなくて無意識だっていうことなんですよ、もっと立ち悪いです、だから、っていうことはこの無意識を意識でコントロールするためにはですね、過酷な状況の中でも、その意識を常に優位にしておくっていうトレーニングが必要なんですよね、静かなところでカウンセリング受けてたら先生の話がよく入ってくるんですっていう人いるんですよ、あのざわついたところでも入ってくるようにトレーニングしておいてくださいと、で途中で途切れても、あ先生そこで違います、さっきこうだったんでその続きからお願いしますぐらい、それってトレーニング、何でも僕言いますよね、あの毒親の問題なんていうのはね、あの、まあ、福山さんが今までやった例えばねパンをやめるとかね、あの言葉を気をつけるとかね、あのそれももう大概難しかったわけですよね、それよりもはっきり言ったらもうめちゃくちゃ難しいんですよ、わかりますよね、あのそんな先生言わんといてくださいとか思ってるけど、これね言わんとね、あの挫折する、いや僕パンをやめてもらった時とかね、あの言葉に気をつけてとか、例えば自分から子供さんを誘わないでとかね、それも大概難しいんですけど、その時にはこんなにはあの難しいよ難しいよって言わなかったですよ、わかりますよね、でもあれ大概難しかったですよね、なかなかできなかったですよね、でもあれはね、僕から見て福山さんだったらまあ、 あのできるんじゃないかなって思ったんですよ、まあ、失敗しても心折れることはないだろうなと思ったんですよ、でもさすがにこの毒親の克服に関してはですね、あのちょっと覚悟ないとですね、ちょっと心折れます、なぜかというとですね、これ今からあの、まあ、もちろんカウンセリングも続けていきますけど、この毒親に関しては、まあ、勉強していくじゃないですか、そうするとですね、僕この毒親のことに関しては今まであのちょっと理由があって、あのね、ちょっと避けてきたんですよね、みんなに本もあの一冊も紹介してなかったっていうことなんですよね、だけどもうちょうどいい時期が来たんで、勉強していくとですね、僕が教えてなかったことがもうどん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 本に書いてあるわけですよ、これさすがにね、あの心折れますわ、わかりますよね、で折れていい、例えばこういうことが起きた時にね、先生私具合が悪くなってもう読めませんでしたとかね、まあ、先生あれちょっとしんどいですからちょっとずつ読みますとかね、先生もちょっとなんか他の本ないですかとかね、今までのことやったら、ああ分かった分かった、ちょっと他のねこっちから先にね、とかね、あいいのいいの、あのそんな急がなくていいからって、でも今回も急がなくていいんです、だけどあのちょっと難しいんで、あのあんまりゆっくりやってると、
終わんないです、うん、だから覚悟がいります、はい、ね、うん、僕は最近ちょろちょろっと話してるアドラーさんは勇気がいるって言ってます、うんうん、だけど僕はこの毒親の克服に関しては正直はっきり言って勇気では足りないと思います、うん、覚悟がいると思います、うんうん、ね、この準備運動で僕が何を言いたいかたった一つだけです。前半の大事なことは、うん、毒親っていうことはもうとんでもない得体の知れないもんなんだっていうことたった一つだけ、はい、この後半のたった一つだけ僕が伝えたいことは、うん、覚悟がいりますというこのたった一つだけです、うん、得体の知れないものと戦うためには覚悟がいるということですよ、うんうん、これが準備運動の僕は全てだと思います、うんうん、この音声を潜在意識に入れてもらって、はい、潜在意識がそのプログラムが入ってないとね、はい、いけないわけですから、はい、わかりますね、うんうん、だからこれを準備運動にして、うん、スーザン・フォワードさんの毒になる親、うん、読んでいって、うん、そしてそれをもとに僕に質問したりして、うん、解説をして解説というよりはカウンセリングをね、うん、質問をしていったらいいんじゃないかなって思います、はい、うん、だから当然今までは本を全て解説してきましたけど、うん、この本に関してはあえて解説はいずれはしますけど、うん、当分はしません、うんうん、ね、うん、解説してしまうとですね、うん、解説が終わった時点で自分が分かった気になってしまうからです、わ、うんうん、かりますね。だから僕が福山さんが、まあ、他の人もそうですけど、うん、あ、うん、いいなって思ったら、まあ、解説しないとなかなか気づかないことも多いでしょうから、うん、いずれかな必ず解説はしますんで、 YouTube 聞いてる人もね、もしかしたら、うん、あれこの本は解説はないのかな、いつかあるのかな、うん、じゃあ解説が始まってから読もうって思う人もいるかもしれない、うん、ただもうちゃんと言っときます、うん、ね、毒になる親、うん、それともう一つの、もう一冊紹介しました、うん、それと不原病の本もう一冊紹介しましたね、うんうんうん、その3冊に関しては、うん、当分の間解説はしません、うん、で YouTube でその解説を話すこともありません、うん、ですから先に読んでください。これで終わります。はい。はい、ありがとうございます。